はやぶささん、はい、行きます。第33回紅白戦始めたいと思います。先方の人を座ったボタンを押して始めてください。はい、始まりました。なかなか物議を醸し出したチーム分けになりましたが、やらせなしの結果はたまにこういうことが起きるということでお願いください。はやぶささんがテリー、アンディ、ジョー、対する、大切なことはすべてガクが教えてくれたさん、K ダッシュかすみネームレス、直樹さんはあっちです。あっち側に行ってください。はい、テリー対 K ダッシュです。今回から、あれ、いつ戻ったの、直樹さん。このモニターは地震対策で下げてたという話のモニターが最近帰ってきたので、でも残念ながら本日ちょっとモニターは戻ったんですけど、マイクの不具合がありまして、マイク1本です。まずリードし取ってるのは、大切なことはすべてガクが教えてくれたさんこと Y さん。デフォルトのなんだこれ、画廊チームでいいのかな、のハヤブサさんがあとヒートドライブが速すぎて当たらなかったが、体力リード未だに K ラッシュ。さあちょっと厳しい展開、ゼロと、ああしっかりくぐり壊し決めて、さすがにキャラ相性きついっすね。さすがにキャラ相性きついっすね。もっときついんじゃないでしょうかこれ。またシェルからヒートドライブ、今度はしっかり入って、あ、下段、あ、下段でしっかりと決めて、ちょっと上東がゲージもなくてだいぶ苦しいですねこれ。アインシュート、アインシュートと、あ、もう徹底したアイトリガーで Y 氏の勝ちですね。はやぶささん追い込まれて、最後アンディ・ボガード、まあ、一番キャラは強いんでなんとかなるか。またヒートドライブが入って3回目、闇浴びせ弱で取ったんだけど、勝利弾狙ったが、さあしかしここはコンボミス。強豪だから若干ブランクがあるこの Y 氏がちょっとまだ感覚を取り戻していない感じですね。しっかり今度は勝利弾取って、で、また勝利弾取って、今度はキック目決めて、これは死んだかな、まだ生きてる。タッチ打ったし、今度は足払いタイプしっかり取れて、このタッチシーンは比較的安全なんですが、リバライで回避。おっと、ここは残影、なんだっけ、残影流星拳じゃなくてマックス2を出して、今度また勝利弾、ガーキャンカウンター一発でも死にそうなアンディを先行流しで削り取って、大切なものはすべてガクさんが勝利です。あれさん着いた瞬間に先方で試合はちょっときつかったかな。お次のお名前をよろしいですか、ガイアさん。はい、じゃあ始めてください。K ダッシュレオナキングに対して、大切、そうですね、大切なものはすべてガクが教えてくれたさんは K ダッシュかすみネームレスかな、 K ダッシュかすみ表クリス、これは何なんでしょうか、どのキャラに対してキャラ合わせなんでしょうか。ネームレス対キング、ネームレス対キングがちょっと嫌なんだ、だからクリスなのですかね多分。まずアインの打ち合い、これすごい見どころが多いんですけど、まずはおっとここで強気の大勝利、まだ序盤なんで、もらってもいいだろうと。しかも画面端に追い込んでられてる状態なんで、ライバイスは比較的
ガメハスのコンボもらわないので、ぶっ放すならこっちの方がいいですよね。アインの距離の詰め合いとタイミングの取り合い。さあ今度は飛んだ時に回ったシェル入って裏に行って中断。さあ何もしない、ちょっと出なかったので思わず出ちゃったかな。ダイバイス、さあこれは BB アインからシャラ決めて、ケラ主導キャラいい形ですね。ゲージも貯めて倒しました。ガードされたからとっさに昇竜が出たそうです。イヤリング爆弾取って、ゲージがないためイヤリング爆弾も大したプレッシャーにもならないのがきついこの状況。あ、画面端で取って、お、壊し読みを、壊し暴れというか置き壊しを一点読みした。これで割れてしっかりとシェルで浮かせるガクラチを計算。暴れをガード、全てガードして画面端、完璧な立ち回り。アインシェル、アインシェル、アインシェル、さあ厳しい固めがノーゲージが、今度はやってしまったか。早い展開でガクラからコンボを狙おうとしたがうまくいかずに流れをそのまま変な方向に行っちゃって結構まあしかし K ダッシュがゲージのないレオナを押し込む状態。最後はキング、うまい飛び込みですね。アイントリガーに対してリスクをしっかりと与える飛び込みを入れてるんですが、うまい飛び込みが上がったからすごいうまいんですけど、Kダッシュは別に当たんなくてもいいやみたいなドライントリガーがあるんで大丈夫ですよ。ミラージュナス決まって、トラップちょっとリバーサー一点読み、 BB からダッシュミラージュナス、まあ、ゲージがなくてもそこそこ戦えるキャラなだけにまだ一応逆サンタクの可能性はあるんですが、次がなんといっても問題の頑固とかすみちゃんですね。 BA 先行流し確定して、今度はかすみがお返しとばかりに打撃投げ、オルネード打つがしっかりと読み切っている。さあどうする、最後はしっかりと足払い決めて、あ、かなり鉄板な感じで勝って上がってますね。と次が、お、ユーニアンさん来ました。ここでユーニアンさん登場で気合入りますね。あのユウさんなんですけど、言っちゃうとあのユウさんなんですけど、もうユウさんの信者多いですからね、いろんなところで。ベニハル最後またクリスが入ってますね。やっぱキングがいるとクリスを入れるんでしょうか、というキャラ合わせが多分あるんでしょうか。あ、かすみちゃんがガン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 と攻めていき、キングがクリスと乗っかって、これは逃がせない。これは、あ、内からしっかりダメ取って、よし、強パンを読んでいる。そしてひよったところに打撃投げ、完全に霞のペースですね。ケイラ主体霞になったが、先鋒戦を取っている霞がゲージを持っているためかなり強引に攻めていくことができる。うまい空中かせない手を決めて、ガクラゲージを貯めて自分のゲージも貯める。さあこれはユウさんがかなり苦しい状況、後天で気を切って空中かせない手がうまい。ここはしっかりと早出しに確定取って、何を決める、大昇竜から置き攻めはハイジャンプからスカシケダに行ったが読んでいた、前転取って、さあラス1は投げ外す、ここはジャンプで読んでちょっと引きつけて昇竜、強豪の意地を見せてますね。ザベさんが今横で嬉しそうに笑ってますが、確定を決めようとしたが距離を見誤りまして、噛んじゃった、見誤りまして、今度はしっかりノーマルジャンプに今度決めたのは、今度は低めに出したがジャパントリガーが炸裂、アイントリガー、このKダッシュ同キャラ、このアイン同士のぶつかり合いをやっていくとどうしても差が、ここで詐欺飛びになってなかったジャンプ飛ばし、最近あれも甘いになっちゃうから怖いですね。本当Kダッシュの倍率がありすぎて、もうちょっとでもガード
ガードする前に勝利を構えて見える位置だったら確定するという。しっかり取ったが、これはうまい、かなりうまい。下ラッカージュッと足締めて、かなり画面を見ている。ラインラインと込んでジャンプリジャンプリ、くすかしから C 投げ、堅実な立ち回り、そして中段を警戒した相手にか立ち入りが遅らせで当たる。さあこれ全立てしちゃうんじゃないかぐらいの勢いがある。大丈夫ですか、橋、あなたのチーム 大幅に負けてるんですよ今。大丈夫ですか、私がいるんで大丈夫と。次に出る方はポさん、ポさんらしいです。ひらがカタカナ一文字のポさん。では覇者、タバコ、覇者も吐いてるし、もタバコを投げるのはやめてください。ゲームセンターの中でタバコを投げるのは良くないです。ちょっとあれですよ。対戦で、ね、興奮しすぎて2人とも熱くなっております。ポさんのキャラがウィップ、バネッサ、クリスに対して、キャラ合わせ徹底してますね。K ダッシュカスミンを固定させて、今度はクリスに、クリスにはパワーを合わせようとしたんだけど、クリスが1番だったというオチを示してくれました。しかしこれ超きついんじゃないでしょうかね。1番だったらゴミのようにきついと思いますけど、さあここはうまく釣って、まずポさんがワンコンボ、あーしっかりワープはダメダメとコンボを決めて、これがスタンプ前提読んでいるが、アッパーだったら確定したか。そうなの、まあ、押しやすさの違いか。多分なんか 前入れたりとかしないと考えなきゃいけないし、ちょっときつい。おっと早出しでクリスが勝って、ここは暴れし投げでターンを取り戻していく。ジャンプし取って、おっと大白山読み切ってますね。2投げから今後は拒否、まだ霞ならあるが、アッパータイク取ってリードを取ってますね。ポさん、そしてさっきからものすごい大活躍してる、大切なものは全てガクが教えてくれたさんの K ダッシュ、手堅い立ち回りですね。さあシェルは今まで3人の人が当たってきただけになかなか食らえないところ、ガーキャンで画面端を取ってジャンプット足でかぶせていく。これは今のはちょっと着地してなんか出てたかな、なんか小足かなんかが出てた気がしたんだけど、次はバネッサ対ケラッシュ、これは相当バネッサ苦しいんじゃないでしょうか。元からイントリガーが邪魔っぽいんで、さあここはしっかり BA からコンボ決めて、減った意外と振る舞う、ジャンプ C 乗っかって連携を組みたいけど、ケラッシュな小足が邪魔をして、今度台足をかくらしたかな今、これはアインガー持続が乗っかる。うわバネッサすごく苦しそう。アインブラックアウトでうまく逃げましたね今。バネッサなんとか一撃を決めたいんだけど、ここでまず一発ビジョン派生前からウィービングチャンピオンパンチャー決めて、置き攻めは下段から BA 前からのヒット確認でチャンパー決めて、これはさあバネッサこのラウンドはゲージ使ったから勝ちたいのが、かーゲージ使ったから勝ちたいんだけど、まあしょうがないっすね。ゲージ使わないとあそこまでむしろ追い込めなかった。さあ出てくるウィップ、まずこの K ラッシュをいかに止めれるかというところが焦点になるんですが、おっで、おおすごい、隠らせてヒートドライブ決めて、あー先ほどのウィップバネッサのあれがやっちゃったかな。あー BB からしっかり決めて、ほんと K ラッシュが強すぎる。 K ラッシュ大丈夫ですか、さっきからあちらの方の K ラッシュがもう安定に勝ってますね。そうですね、さあバネッサでとどめをさせなかったのが痛かったか。イサム君1年半ぶりぐらいで出ます。
ケイさんで。ケイさん、ケイさん、うん、いや久しぶりですね。さあそして、次ケイさんですね。イオリ・クラーク・ケラッシュ3番誰だ、イオリか。いやあ、イオリが1番ですね。いや、イオリ対ケラッシュ、これ面白いんですよ。ジャンプビーガー、まあそう、ジャンプビーガー飛び越えて連携、これがイオリの勝ちパターンで、ケラッシュはこれに付き合わなければ多分いける組み合わせなんですが、お、大勝利見てますね、ケイさん。さあジャンプビー当てて、パチウッドし連携を狙ったが、今日は98っぽい動きですね。さあうまい、イオリが固めて、これは青い花まで入って中段をガード、これはすごい。死に際の中段は、まあ、見切られやすいといえば見切られやすいんですが、見てから立てるものじゃないので読みが必要になるので、すごくいい読みですね。そして霞、そしてあのやっぱりクリスがいないからネームレスが入ってますそういうもんなんですかね。あ、キングか、キングがいないのでKラッシュが入っております。あ、三つ星さん、三つ星さんいらっしゃいました。あ、これはしっかりオフナーかくらして、Kさんだいぶ強いけど大丈夫ですかこれ。あ、これは覇者チームの救世主でなり得るか。ヒョーパン派から先行流し決めて、ユリオリ入って背面、これはスカシヒョーパン98のような固め方。あ、ここは強パン先行で削って、体力赤いのでゲージがあって、霞がかなり生かしやすい状況ではありますね。一応ケイさんです、はい。そしてクラークがゲージなし、あ、霞ここで点滅、点滅というか赤くなって、うわー後転読んだか、ガトリングが出てしまった追い込みすぎて、追い込む追い込む、相手が赤く光った霞であろうとビビらずダッシュダッシュ。さあケイさんここで救世主になるのか。前前前、最後がネームレス、4ゲージある前、これがきついんだろうと前へ打っている。ジャンプへ決まって、もう一回追い込んでいくと、ここでコンボ決めてしゃがみダウン、知ってたか。さあしゃがみダウンの置き攻めもしっかり知ってますね、ケイさん。さっきからはすごくいい動きなんですが、さあネームレスがかなりいい状態でゲージを持って、これはうまかったが、ちょっと届かなかった。入力は今かなり難しいと思うんですが、うまく取りました。 BA 前、ここはまあちょっとでも妥協しちゃいけないといういい心ですね。本当にすご素晴らしい判断だと思います。やっぱネームレスはあそこで甘えて K ダッシュの中堅とかにやられることがやっぱりよく多いと思うので、はい、しかし会場 K ダッシュガチで横は不利なんだけど、対象対象なだけに K ダッシュも無理できない。シーナゲ決めて、ネームレス残り体力少ない、もう一回歩きからシーナゲ、勝ちました K さんです。じゃあ大切なさんの4連勝ですかね、を止めました。